こんにちは。はい、こんにちは。スピンオフです。イエーイ。まあ、なんでスピンオフかと言いますと、うん、まあ、もっぱら世間では今、うん、カードゲームが流行っているということで。そうですね。うちのね、ゼロイチファミリアには2人ポケカの先生がいるということで、はい、まあ、1人はまあ桃月なし子、はい、でも2人目にやっぱ青山光という、はい、そうですね。で、まあ、やっぱ先生というからにはすげえカード持ってんだろうなということで今日は先生に秘蔵コレクションを持ってきていただきました。拍手。ランちゃん何持ってんだろう、気になるね。みんなでそういうのいいね。今日は青民会でございます。イエーイ。先生お願いします。イエーイ、お願いします。今日なんかどんぐらい持ってきていただいたんですか。ベスト5ぐらいのものですかね。まあ自分の中でこれは一番思い出あるなっていうカードを持ってきました。はい、まあ、僕からのリクエストでランキングしてくれと、はい、まあ、思い入れのカードを持ってきてくれということで、はい、あの、そのまま持ってきてくださったと。はい、いっちゃん高いのは入ってるんで。なるほど。じゃあガッツリ行っちゃってください。行っちゃいましょうか。あ、まずね、まずこれよ。そんな高くないんですけども、最近出たカードパックの SR ですね。バイオレットスカーレットですね。はい、バイオレットスカーレット開けましてですね、ちゃんとすごいちゃんと SR が当たったんです。コライドンとミライドン1枚ずつ。ただこれはそんな使わないんで売るんですけど。私別にね、そこまでね、こういうのこだわらない人なんですよね。なるほど。だから使うやつは普通にノーマルでいいなと思って、うん、ノーマルの方でコライドンはもう揃ってるので、うん、いらないなっていうので、まあ、いつの日か家にはなくなってると思います。なるほど。次は思い出カードです。はい、ギンガードミミック、ミミッキュ、かわいい。これね、ポルダーガイスね。別にこれはそんな高いとかそういう、いや、意外とね、高い。買取値段見ていいですか。まあ、全然相場であった、14,000円。うん、なかなかお高いカードです。だってもう使えないんだよ、このカード。お、なのにそんな高いの。うん、レギュレーション落ちしててもう使えないんだけど、まあ、あとゲンガーとミミキュっていうキャラクターがちょっと人気でお高いカードになっております。かわいい。と正直当時はそこまで高くないし、これって普通に SR だから正直箱から1枚は出てくるようなカードなので、うん、これがうち3枚ぐらいあるのかな。だってデッキ作ってるからちゃんと、はい、これのっていう意味で持ってたり。あります。はい、ポケモンカードが喋りすぎるオタクは喋るよ。そうなんだよ。あります、そういう感じです。で、SA っていうスペシャルアートっていうのがポケモンにはできまして、はいはいはい、はい、それは存じ上げてます。はい、私のいっちゃんお気に入りの大好きな SA ゲンガー VMAX。 はい、VMAX ね。これはゲンガー VMAX のパックじゃなくてスターターだったはず、これ、うん、じゃあ割と当たりやすい。いや、スターターの中で3枚か4枚もう揃ってるやつがあるやんか、 V と VMAX がね。それのパック開けて1枚目は普通の通常の VMAX なんだけど、2枚目ぐらいにこれが入ってるか入ってないかっていう確率でっていう。なかなかじゃあレアな。レアですね。今25,000円あります。 HR 25,000円。これまあ当時 HR って言ってたけど、それがそのうちスペシャルアートって言われるやつだよね。はいはいはい。それを私は、あ、すげえ持ってた買い揃えました。あ、買い揃えたんだ。なんか3枚ぐらいは持ってたのよね。で、さすがにやっぱここまで来たら4枚揃えたいってなって4枚あります。しかも一番好きで、なんならこれもデッキとして使ってた一つだったので、やっぱ思い入れがあるカード。まあ今もちょっと高いけどね、ほんと25,000円もするんで。それはじゃあ思い入れのあるカード。カードですね。普通にデッキとしても強いし、技が強いし、結構ね流行ってました、一時期ゲンガー VMAX のデッキも、うん、あとね、私が一番最初に作ったポケモンカードデッキがアクデッキだったので、アクだったのだからまた作りやすいし好きだなとなりました、うん、はい。ほんで、これは本当になんです。お、バルビーだ。今、相場としては45,000円でしょ、はい、高いですね、マリー。
いろんなマリーいるけどみんな高いよね、マリー。マリーが人気だからね、キャラクター的にね。そうで、これのもう一個ある、一番最初のマリーの方が多分高いのよ。横向いてるやつですかね。あの一番最初の、あのこの服じゃないマリー、旅してる時のマリーね、はい、ユニフォームじゃないマリーの方が高い多分。いっちゃん自慢できて、いっちゃん高いやつです。だからこれが重厚なのが出てきたね。今もう家で普通に飾ってないの、棚の奥底にしまってるの。なんなら、そうだね、そうするべきだと思う。日焼けしないようにと、まあそのうち引っ越しして日焼けしないようにバーってコーティングして飾ろうと思っている。まずはデザの部位ね。まずはって言っちゃうよねでもだってもう分かる人は分かってると思うよ。はい、もう僕もさすがにそれは存じ上げております。はい、 SA です、17万。あ、そっちそんなもんなんだ今。 V の方は17万。まあこれはシールド戦っていうねやつに出て決勝まで行ったらもらえるカードです。はい、はい、そしてこれな、資産だからね。それもこれはもうマジで、はい、ピザード VMAX。 そうです、私の中での一番高いポケモンカードですね。 HR です。今は、どこにあるかな。これ昔のカードすごい高かったりするからね。あ、65万はいです。はい、まあ、これ正直コロナ禍でやってたから、シールド戦、このリザードンがお家でシールド戦みたいな応募があって、はい、それを応募したんですよ。そしたら家に届きました。やったんだね。でしかもこれが入ってるおめでとうございますっていう紙があるんですよ、ポケモンセンターから来るようなね。あれも込み込みで多分ちゃんとこうやってつけてて何も触ってない状況だったらもっと高いと思います。はいはいはい。たださすがに私はこの中に入れました。2枚セットで。そうそうそう、それ見たことあるわ。しかもちょっと折れちゃって、あれだけでなんかワン行くとか言ってたけど、はいはい、さすがにまあいいやと思ってそっちは取りました。これが一番私の中で高いやつです。うまく清潔ないね。綺麗だよね。多分一番状態もね全然綺麗だと思います。まさにそれは寝かせて。いやもう私はでもリザードンが一番ポケモンの中で好きだから絶対売らない。それは売らないよ。言ってないよ。売らないよ。売れって言ってない。ダメだよ。はいただポケカやっててデッキ作るってなってもリザードのデッキ作んない。なんかねこのデッキは勝利向いてないんですよ。でもそのさ VMAX 今さ買い取り価格で見てるでしょ。うん、売り値だともっとすごいことになる。あ、だから売り値だとそうですね。2枚で100万超えるもんね。うん、そうなんですか。そう、これが一番自分の中では普段も触らないし今日めちゃめちゃ触ってるけど全然もう棚の2段目のところの方に奥底にこうやって直後等の人には棚の2段目。ダメ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 です、ダメです。はい、わかりましたか皆さん。はいもっと見たかったらうちに来てください。逆に言うなら断ります。話が一生終わらなそうなんで語れるレベルまで行ったらきっと楽しいんだろうけどね。そうですね。ああそれあの時代のあれねとか言えたらおもろいんだけど、まあそこまで昔のカードはないんですけど。そう、ブイズたちもいるので。はいはいはい。ブイズもちょっと高いんですよ、やっぱり人気なんで。ブラッキーも落ちたもんね。そう、ブラッキー VMAX はいないけどブラッキー V の SA はある。そうです。うん、私もある。そう、クソ高いからあれ今高いよね。あれは実用性もあったし人気だから高いんです。はいはい。でも、まあでもブイズは高い。でもそれでも5万ぐらい。 EV ヒーローズ、 EV ヒーローズ、はい、EV ヒーローズが一番多分売れたと思います。ポケモンも EV しか出てこないしね。それ私集めてて若干ファイリングしてちゃんとあります。ニンジア VMAX の SA とかも実はあります。皆さんもよかったらぜひ。ポケモンカードは本当にね向いてて楽しいのはあるので開けるだけでもいいと思います。カードゲームはでも基本的にそうかも、全部開けてなんか当たるのが楽しいです。うん、ワクワクするね。そう、ポ
他のカードゲームもそう思います。では皆さん、いつもありがとうございます。つれつれゲーム部、チャンネル登録、高評価、コメントお待ちしております。では次回の自慢話で会いましょう。バイバイ。